はい、全容堂山本整骨院佐藤です。本日は変形性膝関節症で注射をしてもなぜ治らないかについてご紹介していきたいと思います。皆さんは変形性膝関節症で痛みが出た際などは整形外科でヒアルロン酸注射をしている方が多いかと思います。このヒアルロン酸注射をして皆さん痛みの症状は変わりましたか？多くの方は変わってない方が多いかと思います。実はヒアルロン酸注射をしても痛みが改善することはありません。今回この動画ではヒアルロン酸注射をしてもなぜ治らないかについて詳しくご紹介し、動画の最後の方ではこの変形性膝関節症の症状を改善するための筋トレ法もご紹介していきますので、動画を最後までご覧ください。ではまずはじめにヒアルロン酸注射をしても変形性膝関節症の症状が良くならないかについてご紹介をしていきたいと思います。まず変形性膝関節症の症状はどのような状態かというと、膝が変形してしまい関節の中に炎症が起きている状態になります。なぜこの炎症が起きてしまうかというと、膝関節を使いすぎてしまったり筋肉が硬くて関節と関節が密着しちゃって摩擦が起きます。これによっても炎症が起きます。さらにこの摩擦が強くなってしまうと関節の中にある関節軟骨が削れてしまい関節の動きがスムーズに行われなくなってしまいます。このような状態になってしまうとヒアルロン酸がだんだんと少なくなってしまい潤滑油としての働きをすることができなくなってしまいます。こうなることで炎症が強く出てしまい膝への負担が大きくなってしまい変形が進んでしまい痛みが出てしまいます。このように変形性膝関節症でヒアルロン酸が減ってしまうと整形外科でヒアルロン酸注射をし関節の中で減ってしまったヒアルロン酸を足していくのですが、関節の中に炎症が起きているような状態でヒアルロン酸を打ったとしても関節の中に水が溜まってしまっています。この水は炎症を抑えるために出てきた関節液になります。この関節液が関節内に満たされている状態でヒアルロン酸を打ったとしてもヒアルロン酸が関節液によって薄まってしまうので潤滑油としての働きをすることができなくなってしまいます。ですので膝関節に炎症が起きて水が溜まったような状態の変形性膝関節症の方にヒアルロン酸注射を打ったとしても痛みが改善することはありません。確かに一時的に良くなっているような感じがすることがあるんですけど、根本的には痛みを改善することができていないのですぐに痛みがぶり返してしまいます。これがヒアルロン酸注射をしても痛みが良くならない、理由になります。では、どのようにしたら痛みを改善することができるかというと、変形性膝関節症で多い症状としては O 脚の症状になります。O 脚とは股関節が外側を向いてしまい、ふくらはぎの骨と、太ももの骨が外側を向いてしまっているような状態です。正面から見ると、英語の O の字になっているような形になります。このような状態は太ももの内側にある筋肉に力が入りにくくなってしまい足を内側で押さえつけることができていません。ですので外側を向いてしまいだんだんと変形が進むような状態になってしまいます。ですので太ももの内側にある内側広筋という筋肉を鍛えることで膝を内側で留めておくことができて、変形の進みを遅らせることができます。また太ももの筋肉を鍛えることで関節にかかる負担も少なくなってくるので関節の痛みも改善することができます。ではここからはこの内側広筋の簡単なトレーニング法をご紹介していきたいと思います。はい、ではここから内側広筋のトレーニング法についてご紹介していきたいと思います。準備するものとしてはこのような毛布もしくはタオルですね。このように丸めて使ってください。で、丸めたらこのように膝の真下に置くようにしましょう。
で膝の真下に置きましたら、このまま膝を伸ばすようにぐーっとタオルを下に向かって押しつぶしてください。ここで10秒から15秒、しっかりこの太ももの内側ですね、この部分に力が入っているのを感じてください。どのように確認していくかというと、力の入っていない状態で内側ですね、太もものちょうど内側この部分に手を当ててください。このままグッと膝を伸ばすように力を入れてあげると、この部分で筋肉が押し返すような力が働きます。このように感じれたら、しっかり内側広筋の部分に力が入っている証拠です。でこのまま力を入れて10秒から15秒、止めたら、はい、力を抜いてください。ちょっと休んでからもう一度力を入れるようにぐーっとタオルを押しつぶすように真下に向かって膝を伸ばしてください。また10秒から15秒、止めましたら力を抜いていきます。だいたいこの動きを3回から5回ほど繰り返してやってみてください。もし膝に痛みが出てくるような場合があるかもしれませんので、そのような時は無理せずできる範囲、できる回数を行うようにしてください。こちらが内側広筋の簡単なトレーニング法になります。はい、皆さんお疲れ様でした。内側広筋の簡単なトレーニングを覚えることができましたか？もし膝の痛みで悩んでいる方などはこのトレーニングやってみてください。またヒアルロン酸自体が悪いものではないので、もしもう痛みがすごく、一時的にでも取りたいという方は、ヒアルロン酸注射はしていただいても大丈夫ですので、ぜひこの動画は参考にしていただければと思います。はい、本日の動画は以上になります。お疲れ様でした。はい、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が参考になった、いいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またもっと健康になりたい、体の痛みを良くしたいという方は、下の概要欄から当院の公式 LINE の方をチェックよろしくお願いします。公式 LINE の方では毎日健康動画や健康情報を配信していますので、皆さんの健康の役に立てていただければと思います。